はいどうも、久しぶりの実写動画ということで、なんと11月ですね、私誕生日でした。おめでとうございます。ってことで、さまざまな方から誕生日プレゼントをいただきましたので、そちらの方を紹介したいと思います。レッツゴー。でーん、サクッともういきます。プレイステーションナムコミュージアムアンコールですね。これは何入ってるやつかな。キングバルーン、モトス、スカイキッド、スカイキッド、ローリングソンド、ワンマン、ワンダーマン、ドラゴンスイカ、いいですね。ありがとうございます。テクモヒットパレード、これもアーケードゲームが入ってるんですね。ちょっと知らないです。マイティーボーン、スターフォース、スターフォース、テクモカップとか、プリーダス、プリプリーですね。プリーです。プリーをいただきました。ありがとうございます。あとこれとあのドリンクを送っていただきました。ありがとうございます。はい、そして SW さん、通称 SW さんで PC 原人ファンの方なんですけど、まず一つ目、でん、ナノブロックのび太ですね。どういうことなんですかね、俺にのび太のこの中寝転んでるやつを、お前のび太やろう的なことなんですかね。こんな可愛い顔はしてないですけど、これもちょっと作って、こういうの好きなんでね、俺作るやつ。なんで俺のび太動けよ、寝てんじゃうぞってことですかね。しかとメッセージ受け取りました。ありがとうございます。で、これはまあまあ名古屋に行ってたということなんで、そのお土産なんでしょうか。鬼まんじゅう、これうまいんですよね。鬼まんじゅう、このタイプの鬼まんじゅう初めて見ましたけど、鬼まんウイドって書いてますね。いただこうかと思います。ありがとうございます。あの2枚の小切手かなと思いました。なんでしょうこれ、兜と土地ですね。とある方のなんか偽造通貨と似たようなパターンできましたね。これ株土地、かわいい字で。ありがとうございます。ざけんなよ。で、何を隠そう、私マーベルヒーローズが大好きで、マーベルの本ですね、いただきました。これめっちゃ嬉しいですね。裏はなんかスケボーの鬼、これを、これはちょっと嬉しい、大事に読ませていただこうかと思います。次なんですけど、ちょっとツイッター絡みの方なんですけど、配信もたまに来てくださるんですけど、まだ開けてなくて、すげえでかい箱で来てるんですよ。なんでちょっとどうしようかな、一回これをどけようか。ありがとうございます。こんな私に、こんな私に。むっちゃでかいっす、マジで。そしたらいきますね。キラー響さんでいいのかな、風子みなみさんという方から送られてきたものです。ちょっとね、中をみんな見ずして開けてるんで、ただなんか上にこんな感じの互換機ですかね、なんか。これはいいね。これマインスイーパーまんま Windows のあれちゃう、これほら、え、これ何、まあ互換機やんな、ファミコン用ゲームカセット対応って書いてあるんで、うーん、なんか入ってるかな、ね、スカイゾーンやりたいな、これ。これ系ね、なかなかね難しいんですよね、うち環境的に。
HDMI の変換をどうにか用意しないと。プレステ風コントローラーちょっと物を、あ、めっちゃ入ってる、何個入ってるのこれ、ゲーム、あらすごい入ってるやん。ちょっと互換機もね、結構ね、他にも黒猫さんという方からもらったり、ね、ちょっとそういうもの動画にしたいんですけどね、なかなかほんまに申し訳ないけど、すぐパッとできないのが本当に申し訳ない。でっかいの来た。太鼓の達人の、ちょっと画面に入らんかな。太鼓の達人の、あれですね。タタコンセットなのかな？プレイステーション2のやつ。これ、あるんですけどね、うち。二人プレイもできますね、これで。タタコンセット。これはゲームは入ってるのかな？入ってないな。タタコンって書いて、ん？タタコン対応やから、ゲーム入りなのかな？開けてみる？2人プレイできるところです。あ、入ってるわ、ゲームに。めっちゃ綺麗。うわ、綺麗。え、何これ、さらちゃうか。袋入ってんねだって。あ、さらではないよ。これ、ちょっと画面で、コントローラー、まあ、わかりますね。あの、タタコンですよ。太鼓ドラムマスター。太鼓ドラムって言うんですか？英語だと、太鼓のこと。I was born, I was... え、違うわ、ねえ、だっけ、ロコモーション、やったっけ、ん、違うか、あの、あれか、あの、洋楽のやつか。 I was born ニュニュニュンやんな、 I was born。 いいな、文字ピッタンメドレーとか。いいですね、周辺機器も集めてるんで嬉しいですね。こんなんいいんか、キラさん。キラさんでよく来られるんで、キラさんって呼ばせてもらうけど、これはえぐない？多分やけど、バーン、プライマルレイジのジェネシス版っすね。これ多分高いっすよ、めっちゃ多分。しかも箱、まあちょっとへちゃげてるとは言え、これ持ってないっすわ。プレステ版持ってるっすけど、嬉しい、嬉しいっていうか、えぐっ、大丈夫かな、なんか何あげよう。うわ、すごい、箱付きジェネシス初かも、初やわ。俺この知らんもん、この中箱みたいな。うわ、すごっ、どういうあれなんだろう、構造があんまり。だからこれ説明書か、説明書も入ってる。いいね、この、なんか、俺でもこのな、なんかちょっと、好きなんよね、この、ちょっと、なんていうの、ボロいっていうと、なんか、ちょっと、なんか、なんやろな、聞く人にちょっとっちゃ、ちょっと、あの、なんか、攻撃的に聞こえるかもしれんけど、で、まあ、でも、ほら、この、なんか、使われた感じあるじゃないですか、この、ね、長い歴史を追ってここに来たよっていう証が残ってるじゃないですか。こういうの結構好きなんですよ。このめちゃくちゃ綺麗なのも別に好きなんですけど、だから落書き付きとかね、あんなも好きなんですよね。え、ちょっとごめんなさい。いや、すごっ。しかしソフトはめちゃくちゃ綺麗やな。あんまり遊ばんかったんかな。こんなん、物的な価値はあんま分からんけど、そもそもジェネシスの箱付きってだけで、ね、なかなかすごいことになりそうな気が引けるね。なんかね、これ、まあ、ありがたいですよ。すごい嬉しいですけど、大丈夫ですか？心配しちゃうんだが、こんなんこれにくれていいの？いや、遊ぶで。いや、もう直ちに遊びます。プライマルレイジ格ゲーですね。俺格ゲー好きって知ってたんかな。やば、なんだ、なんかいっぱい入ってんな。なんだこれは。はい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 、プレイステーションアイでやるやつね。しかもこれなんか昔見たかもしれん、こんなやつ。すっげえ昔、プレイステーション3ですね。3の育戦の反乱、なんて書いてる、 The Eye of Judgment。
んだこれは。持ってねえぞ。プレイマット、カメラスタンド。カメラスタンド今使おうかなって思うわ。今結構不自由な状態で撮ってるんで。すごっ、何これ。持ってない持ってない。なんか昔ショップで見たような気はするけど、ほんまに昔やわ。カードからクリーチャーが飛び出す。うわすごっ。いやこれはブースターパック、これカードだけで持ってんのかな。いやこれ遊びたいな。こんな、何これ、もう何これやわ。カメラいんのっていうか、なんでカメラいんやろ。ソフトウェア、アイ、スターターデッキ、カードセット、プレイマット、プレイマット、どこでゲームなんやろこれ。え、どういうことなんやろ。カメラが勝手に認識するのかな。まるで AR みたいなね。うわすごっ、かっこいいこれ。なんかすげえな、すげえな、すげえしか出てけへんわ。互換機のやつを袋に入れて綺麗に。あ、コンパクトやね、かなり。ほらファミコンカラーかな。ファミコンカラーでもないか、なんかちょっとなんていうの、ファミコンカラーになりたそうな色してる。なりたそうな色。ゲームボーイはね、なんか出たりもしなかったりする。まず1個目これでしょ。ハムスター2、ハムスター2です。これ多分持ってないですね。ハムスター多分何番か持ってると思うんですけど、なんかこのパッケージに見覚えはないです。ハムスター2、さあハムスター育てろよってことなんですかね。そのハムスター連打だな。ハムスタークラブっていうか、綺麗やな、なんか一個一個でも。ありがとうございます。ハムスタークラブ、これハム太郎やんな、どう見てもな。まあハムスター育てますよ。でもうまいこと被らへんな、持ってるやつと。シルバニアファミリー、おとぎの国のペンダント、どういうゲームなの。エポック社やから、まあ思んないでしょうね。まあでもドラえもんね、面白かったから。ハム太郎、そこ並べてたんかな、俺がごちゃったんかなと思って。ハム太郎です。ハムスター3兄弟のハム太郎、こいつがボスですね多分ね。ハムスターのボスがハム太郎なんでしょうきっと。知らんけど。で動物シリーズ、俺動物好きなの知ってんのかな。これ何やろ。あ、やっぱりそう、なんかそんな風に見えた。これは持ってたかな、ちょっと覚えてないですけど、やったことないですね。クラッシュバンディクで、ヤンハムスター、俺何匹、俺そんなハムスター好きって言うだけ。ハムスター好きと思われてんのかな。で、キティちゃんね、これは知らない。占い、優しいとか難しいとかの占いに、なんて書いてるこれ。辻慎太郎監修らしいです。誰ですか、占い師ですか、有名な、有名なんですか。無知なのは私ですけど。でハム太郎2と、俺めっちゃハムスター育てなかんやん、これ嫌だな。めっちゃハムスター育てなかんやん。いきますよ、ハイパーショット。ちょっと近いな、ハイパーショットですよ、わかりますか、ハイパーショット。ちょっとこいつはどけるか、ハイパーショットですよ。あの、ガンコンですよ、ファミコンの。これね、多分3代目っすね、うちにあるの、多分。いや、2代目かな。2P プレイできますよ。なんなら3人プレイできるかもしれへん。もしかしたら。ちょっと覚えてないけど。液晶テレビ殺し。ブラウン管かえと。そういうことですかね。ハイパーショット。うん、好きですよ。こういう。周辺機器はね、テンション上がりますからね。何ですか、これ。こういうソフトがあんの？あ、これ知らん。え？え？俺が持ってたやつ入ってたかな？あれ？俺持ってたと思うけど、違うんかな？ハイパーショットやんな。ハイパーショット持ってたと思うけど、あれ？ゲーム入ってたんかな？スペースシャドウっていうのが入ってるみたいですね。あ、ちょっと分からへん。違うやつなのかも。入りじゃないのか、入りのがあるのかな、もしかして。
これ遊ばれへんやん俺今。まあまあハイパーショットですよ。わかりますかね、ハイパーショット。いやちょっとこの辺の、え、この辺のパンチが強すぎて、プライマルレイジと、プライマルレイジが強いな。これでっけえ、これ送るだけでも結構かかるんじゃない、こんなでっかいのに送ってくれたらですね。こんな感じでいただきましたので、うん、これ死ぬまでゲーム困らんすよハムスター軍団ね、これシルバニアファミリー持ったけどシルバニアファミリーあれにシーナいや、あれにシーナっていうのもおかしいけど、ハムスターにシーナ、全部ハムスターでキーナそれやったらハムスター、俺ハムスター、そんな俺あれハムスター好きそうな顔してたかな俺ちょっとね画面が近いんであれですけど、全部入らないと思うんですけど、さあいただきましたものを、まあ、ざっと簡単に並べさせていただいて、この鬼まんじゅうでもいただきますかね。あら鬼まんじゅう、鬼まんじゅう、こんな可愛い形になってるやないの。何これ、本来は違うんですよ、なんかもっとでかいんですよ、こんぐらいというか手のひらサイズというか、えらい可愛い形になって、これどういうあれ、これで見よう、せっかくだから、これ多分タンプレートのまま、あれやけど多分旅行土産みたいな感じなんやと思うんやけど、ちょっと確認してないから分からへんけど、もう前の誕生日のために買ってきたって言われてちょっとごめん。あ、すごい、なんか写真とはえらい違う、これなんだこれ、ウイローになってるってことかな、洋館っぽい、なんだこれすごい、確かに鬼ウイローかなんか入ってる。いただきます、うまっ、誕生日祝ってくださってありがとうございました。じゃあねー、また他の動画もよろしくです。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。